ガラス板の上にガラスの玉が乗っかっていて、それの半径が R。で、前回やったくさび型干渉と大きく違うのは、ここがこう、くびれてるってことですよね。光がどのように干渉するかというと、ここで反射する光と、このガラス板で反射する光とで干渉を起こすと。経路差はこの部分 D とすると、経路差は 2D ですよね。はい。だから 2D イコールなんとかみたいな感じになります。まずこの D を求めましょうと。半径と中心からの距離スモール r を2辺とするこの直角三角形を考えるんですよ。ほんだら、ここからここまでも同じく半径やから、これラージ r でしょ。ことは、ここからここまでっていうのは、ラージ r からこの隙間の d を引けばいいから、ラージ r 引く d なんですよ。で、今知りたいのはこの d ですから、三辺方の定理使って d の式を作ろうとすると、こうなって、まあ、ラージ R 消えますよね。で、ここで、この隙間 D っていうのは、半径に比べて十分に小さいですから、小さいやつの2乗は無視したらいいですよね。これ無視してあげたらいいんですよ。そうすると D、2R イコール 2R 分のスモール R の2乗ですね。はい。これが、隙間 D になります。ってことで、干渉条件は、あれの2倍やから、経路差が R 分の R の2乗ね。じゃあ、この後、右辺ですけれども、これも前と一緒で、固定端反射が1回あります。屈折率。ガラスがでかい、空気は小さい、ガラスはでかい。屈折率が、より大きい方にぶつかるときっていうのは、位相が π、ずれます。山と谷入れ替わりますよ。一方で、ここではずれなしですね。はい。従って、干渉条件が1回入れ替わりまして、強め合うときが半波長の奇数倍になっていると。強め合う場所の半径が、こうなってる。これを満たす場所では、明るい輪っかができてますっていうのがニュートンリングです。輪っかです。輪っかね。で、この後は、93の括弧1番と同じように考えるんですけど、真ん中、中心っていうのは半径が0の場所ってことですから、R イコール0を満たす式はどっちかなって考えたら、まあ、こっちしかないですね。ここの M に0を入れたら R がちゃんと0になりますから、中心っていうのは暗い場所なんだな。だから、暗点、暗い点っていうふうに言います。前の93番の、くさび型干渉も一番左側の部分が暗かったですよね。はい。まあ、そんな感じで暗い点が見えますよ。はい。それから、色によって波長が違いますけれども、半径 R がでかくなるような波長っていうのは当然でかい波長ですね。ここがでかくなるということは、波長でかくないとダメですから、まあ、赤色の光ですね。ほな、次、ここからちょっと難しくなるんですけど、具体的に M に数を入れてあげるのがおすすめです。M は今、0、1、2っていう0を含む整数が入りますよね。今回この問題で問われているのが明るい線ですから、ちょっとめんどくさい方ではあるんですけど、明るい方に M イコール0、1、2、3ってそれぞれ代入した様子を書いてみました。まずここが暗いですけど、まず M イコール0の明るい場所、1の明るい場所、2の明るい場所という感じで、ここに M イコール0を入れたら、2分の1 R ラムダでしょ。で、1入れたらこれ、2を入れたらこれ、3を入れたらこれ、いう感じで、まあ、確かにそうなりますよね。で、M イコール0までの間隔を1とすると、M イコール1までの間隔はルート丸3になるよね。2までの間はルート丸5になるよね。で、これ具体的に数字で考えたら 1.73、2.24、2.65 って。まあ、だんだん半径がでかくなっていくけど、その幅って0.73、0.51、0.41 ってだんだん狭くなっていきますよね。わかる？これがさっきのくさび型干渉と大きな違いで、強め合う輪っかの半径の感覚は徐々に狭くなっていくんですよ。で、これがいわゆる感覚を求める例外ってずっと言い続けてたやつやね。y イコール ax という形だったら、デルタ y イコール a デルタ x っていうのが書ける。だから、例えばここが感覚やったら m イコール1入れたら、感覚がすぐ出てくるみたいな話をしてきたけど、今回は使えないんですよね。r イコールルートの中に m がいますから、これダメなんです。わかります？単純に1番目から0番目を引いて間隔を出すことができないんですよね。これはい。ということで、外側に行けば行くほど狭くなるっていうのは、絶対に知っておいてください。これもっとイメージで、おー狭くなってるっていうのが分かってほしい。一般に干渉において、強い弱い強い弱いやけれども、強い状態からまた強い状態になるまでの間には、経路差の増加がラムダなんです。だから、M イコール0の強め合う場所から、M イコール1までの強め合う場所っていうのは、経路差の増加量、この部分ですね。経路差の増加量が、ラムダ増えとんす。え、これラムダ増えとんす。ラムダ増えてる、ラムダ増えてる。
ってことは、行って帰ってでラムダ増えるわけですから、この縦の増加量、デルタ D っていうのは2分のラムダになると。上に2分のラムダ、2分のラムダ増えるのに必要な横の距離がだんだん狭くなっていってる。はい、過去3番。中心から3番目の明るい輪っかってことは、1つ目、2つ目、3つ目ですから、これは M イコール2ですね。はい。だから明るい条件に M イコール2を代入した半径スモール r がこれですよと。で、この式を large r イコールに直してから値を代入して、答えは 6.7 メーターになると。次、括弧4番。この空気だった場所に液体を満たしてあげると。そうすると、この明るい位置が変わります。もともと3番目の明るい輪っかがあった位置、つまりこの位置に4番目の明るい輪っかが見えるようにしたと。はい、その液体の屈折率 N はいくらですか？やから、ちょっとめんどくさいけど改めて、屈折率が N の時の干渉条件の式をもう一回作ります。はい。明るい条件の式、こっちですけど、この左辺を経路差じゃなくて、光学距離にしないとあかんよね。だから、屈折率 N の中を一生懸命進んだんですよね。ここ一生懸命進んだから、これを N 倍してあげる。はい。なので、ここ N 倍ですね。ここに N を N 倍してあげて、式計算してあげたら、こういう感じになって、R イコールに直したら、ここにがね、N 分のラムダになるでしょ。で、これが、その波長が屈折率 N の中では、N 分の1倍に縮むって考えたら、ここを置き換えるだけでいいんです。わかります？普段我々やってたのは、干渉条件の左辺を N 倍して、高路差で考えるっていうやり方で式作ったら、確かにこうなりますけど、これは、さっきの、この式ですよね。この式のラムダをラムダダッシュ、つまり N 分の1倍に縮めたやつを代入したやつと同じになりますからね。ってことで、これに3を代入したやつと、さっきのこの式が一緒ですから、まあ、イコールで繋いで2乗を計算してあげたら、まあ、N が5分の7の 1.4 と。あ、その後の解説に書いてある、屈折率 N の代償関係の違いっていうのは前回の93で話しましたよね。それから、カッコ5番に関しては、93番のカッコ3番と全く同じですから、答えとしては入れ替わる。